はい、こんにちは、ビッグボーイです。ストーカークリアスカイまたやってきます。現在はそう、ここはダークバレーの現在フリーダムの基地となってる、まあ、場所で、ここシャドウ・オブ・チェルノブイリの時荒廃しきってモンスターとかいろいろ変なものが住み着いてたとこなんだけど、この時は普通の基地として機能していたって感じで、お金をそこそこ貯めてたんだけど、メインウェポンの修理代で吹っ飛んで、で弾が結構豊富にあるのはいいんだけど、総重量が結構アップアップしてるってとこで、クエストがそう、全勝の人たちに協力してモンスター倒したりしてたんだけど、弾もねってことで弾を届けてあげる。今0時か。ハンドガンのね、弾が結構、あ、AR よりは少ないけど、スキルも順調に得てるから、ハンドガンとかも使っていこうか。あ、この建物なんかありそう。あー、やられてる。なんもない。あれ、届けてないのに完了してるとはどういうことでしょう。ここゾーンだから仕方ないけど、待てよ、これはみんな届けるべき兵士たちがみんな死亡したから完了だよって落ち。こっから向こう丘に行けなさそうなんだけど、なんかアイコンがある。なんだこれ、技術者の友人、こんなとこにいるの。別のクエストだな。でみんな死んでるけど、これハンドガンでいいかな。雨降ってきた。あーららららみんな死んでる。なんかあそこに光ってるものが見えるんだけど、あー狂犬だな、あれにやられた感じか。あっちはこのアノマリーでしょ。ワンワン来ないでくれよ。OK。死んじゃってるけど、PDA を確認して、何があったか見てみると。弾はいただき。これは？あ、これ PDA だ。OK、これを届けてあげる。なんか喋ってるけど言葉の意味がわからない。シャドウ・オブ・チェルノブイリとはモッドの、日本語モッドの制作者が違うので、まだこのモッドところどころ英語のままだったりしてるし、もちろん字幕が出てこないところもあるけど、まあその辺は雰囲気で判断していこう。弾は届けに行ったけど死んでたぞみんな。これもしかして狂犬の仕業じゃなくて別のモンスターとかだったり。上か。ну рассказывай, я весь внимание. こっちだ。ну пасаран, ну вот и познакомились лично. меня зовут Чехов, я здесь главный. Чекоров. запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет.Ведь как получается? Все выходы из темной долины на замке. Крыса паскудная. А, ну, これは
ゾーンに罰を受けてるんじゃないかって考え始めている隊員もいると、はい。Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Хай-хай. Да, со, 司令官がね、裏切ってんのかもしれないっていうね。Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Да, 司令官は姿を消して、これはコルドンへ続く道の近くってことは、北じゃなくてコルドンのあたりにいるってことか。で、ここにファングという名のストーカーがいると、いたと聞いたんだが。Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. О, 珍しい部品とかの類にえらい興味があった。どこに行ったか当てはあるか。そう、あなたたちの司令官がどうのこうのは別に何だっていいんだ。Я тебе помогу, только если ты не помогу. 手伝いしろ。Ну не обижайся.У нас расклад такой грустный, что свободе скоро неким будет базу от бандиков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать клыка. А, 助けてくれって? はい. Найди коменданта и доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скину. 了解. А, 結局司令官は見つけてこないといけないのね。Удачи! Заходи, если чё! Хай-хай. 司令官を見つけろ。割と近くにいると思うんだけど、どうだろうな。さて、寝袋とかにね、くるまって朝にしたいのは山々なんだけど、この主人公どうかしてるよな。その寝てる間に、まあ、寝てる間でまあどんどんねお腹が減ったり、まあ、喉が渇いたりしていくのはわかるんだけどさ、それで目覚めたら体力をアホみたいに消耗してるっていうね。寝て体を休めたはずなのにむしろ疲れて死にかけてるっていうことになっちゃうから、寝袋持っててもね使えないんだよな。で、なんか夜は危険そうだけど行ってみるか。多分この辺ミュータント満載なんでしょう。で、そうそう、何だったっけな、なんか今もう見えた。ああいうのはさ、もう あいつ連れてフリーダムの基地に逃げちゃうのが、ああ、なんか他にもいる。こっち来い、こっち来い。サザエさん方式で連れてってやる。こいつだけ来た。やだ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 。っていうかね、この基地入ったらさ武器構えれないから自然とこうなるんだよな。助けて。いや、今のうちに行っちゃおう。あとよろしくフリーダム。フレッシュ、また別のミュータントだ。あんまり追っては来ないんだ。今一応スキルでね、雨降ってる時はなんだろう、力がみなぎるって言ったらなんかおかしいけど、なんかそういうねスキル。あ、硬い。
これなんか燃えてる。危ない危ない。おっとっと、あ、呪いな。あー、もう一匹来た。おお、なんだ。あー、見たことある。こいつ出血した。ここにも出てくるんだ。わあ、なんか目の前から来てる。うわ、暗い暗い暗い。痛い。待って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 、死ぬ。硬いなあ、あいつ。お、増えた。よくやったフリーダム、一人犠牲になったけど。こんな自利品戦法しないといけないのか。なんかいいもん持ってる。もらい、あれ、あ、来た。あららら、あ、しかも状態いい。ありがとう。あなたはユーリウィッチャーっていうのか。あざーす。そう、今はミュータントばっかり出てくるんだから、ハンドガンで妥協しない方が良さそう。でさ、ちょっと視界がね、さっきから少しずつ青くなったり元に戻ったりしてんのはなんだろうな。この通路、あんなアノマリーいたっけ。どっどっどっど、おねむの邪魔はしてはならない。なっ、やっぱりこんなんの、この辺なんなんだ。あー、あいつだ、多分あいつだ。こっち来てるし。あー、おー、これは、はい、逃げよう逃げよう。フリーダム助けて。なんでこのミュータントから人の声がするんだ。あいつも逃げていくのか。あ、いや、逃げないのか。来るのか。あ、やっぱ逃げるのか。どっちなんだ。やっぱり来る。おー、なんだ、優柔不断なのか。なんだ、あー、いつかまた。あいつ、このこんぐらいの距離からじゃないと耳キーンしてくるし、出血もするし。 こいつなん、ちょっとずつ距離詰めてくるの。なんなんだ。あー、この距離でも食らうんだ。あー、ヒビ入った。どうしてくれんの。ちょっと一回こっち来て。しかもファイアーアノマリこの辺まで近づいてるし。あら、軍用ヘリか。おお、
アーマーの状態は、まだ大丈夫か。いや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 、ちょっとこのミュータントたちにこの装備で挑むのは結構無理があるよ。できればこっちに入ってきてくれ。おお、吹っ飛んできた。あいつは身を隠せば、おお、ズーム攻撃はしてこないんだけど、耳にはあんまり良くない戦闘方法だこれ。うわ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 、まだ何これ、ゾーンが起こってるの。あれ、どこ行った。あ、いた。危ない。ああ、いてえ。いや、もうやるっきゃね。あれ、どこ行った。いた。え、すり抜けるんかい。あー、玉詰まり起こすな。あー、なんで。オッケー、コントローラー。いやいやいや、いくら包帯があっても足りんくなっちゃうぞこんなんじゃ。何も持ってた。手打っちゃお。これは一体何なんだ。ああ、もうさっきからずっとこんな調子だ。視界が真っ赤。そう、ここに来て。多分さ、コントローラーってやつがまだどっかにいるんじゃないの。物が吹っ飛んでくるわけだしさ。とりあえずもうそろ朝だから安全に行きたい。こいつ喋ってんだよな。一気に走り抜けたいとこだけど、それでも向こうの橋行ったらまた別のミュータントが待ち構えているわけだし、マップ見ながら右側の方に避けていくか。赤い、こうだな、こう行こう。この辺一帯のノイズがすごい。おっと、おっ、地雷、痛い。うわ、待って待って待って、またあいついるんだけど、やだよ。ちょっと今体力の回復を待って。いやー、こいつが近づいてきてる。あ、逃げた。わあ、これどうやって行こう。やっぱ向こうの橋に行くしかないのか。地雷探知機とかそういうアイテムあんのかな。うわあ、来てる後ろから。今どんな手を使っても地雷を
回避する方法がないから自然と食らう。うわあ、待って、スタミナが減っていく。うわあ、砕けた、やだうわあ、行くっけねんだよなこれ。行こう。わあ、ファイヤー、スタミナがない。あー最悪別の経路を発見した。この川を左に横切る。わあ、でもわわわわわ、アーノマリーもちらほら、ファイヤーもちらほら。ひどいなゾーン。スタミナも不足してくるし、いててててい、てはあ、ひびスタミナがねえんだこっちは。なあ、今んところね10回くらい死んだかな、10回ぐらい死んで、とにかく向こうにたどり着くための経路を見出そうとしてるという状態で、あ、これいけるな。うん、とりあえず進んだ、進んだけど、アノマリーがすげえなここ。出血もしてるし、ちょっとジュース飲んで。おだあ、なんだお前。